皆さんこんにちは。本日は中村武さん、宮本慎也さんのスペシャル対談第2弾です。ぜひ最後までご覧ください。ドラゴンズもそうだったと思うんですけど、例えば怪我するじゃないですか、うん、中村さんなかなか怪我しなかったでしょうけど、まあ、まあしてたけどね一応でもそのなんか全治何日とか例えば3週とか言っても監督ってそんなん聞いてないですよね、うん、できるかできないかですね。そうそうそう、だからトレーナーが例えばハムストリングをちょっとこれぐらいの症状で3週ぐらいだと思うんですけどって報告言ったら、うん、お前できんのかって言われそう、うん、それはどこのチーム一緒だったんだ。多分僕野村さんもそうでした。あ、俺星野さんだけかなと思ってたから、できるのかできないのかって、できなかったらもう、うん、2軍行けって、そうできるんだったら使うぞっていう、うん、で何ておっしゃるんですか。いや、やります。それ言っとくんだってことよね。ほんで次の日やって、ほんまに無理やったらも無理ですって言うけど。一応言うんですよ、うん。だって、1日2日で休む怪我は怪我じゃないって言われた、ね。もう、怪我、痛い、ちょっと無理ですって言ったらもう抹消。2軍に行きなさい。まあまあ、怪我直しなさいっていう、その間がないんですよね。うんうん、どっちかですよね、うん。でもまあ、まあ、ちょっと我慢してやるじゃないですか。まあ、動き見たら、まあ、俺らはね、もう元々動きが鈍いので、そんなには分かんないですけど、やっぱ動きの、深夜の動きのいいやつは分かるじゃないですか、ちょっと足。なるほど。そこはやっぱコーチとかが判断して、あ、ちょっと無理してやってるんだなと分かれば、コーチが監督に行って、やっぱちょっと外しましょう。だそこは2、3日休んで、置いといてまた使いましょうですけど、もう自分から言うなんてね。ね、本当に。本当に。もう職場放棄。職場放棄。だって風邪ひいても自分らで言ってたもんね。いや、言ってましたよ。熱ありますなんて絶対言わないから、うんうんうん、自分で夜中病院行って点滴打ったりとか。いや、そうなんですよ。いや、そうです、そうです。みんなね、そういうことバレたくないんですよ。ただちょっと風邪はうつす可能性が、そこはちょっと我慢してくれっていう感じで。でも風邪なんて本当に、まあ、最寄りの先生とかね、中野院先生いるので、はい、少々融通聞くので、ちょっと点滴打ってくださいとか夜中にね。レギュラー守るってやっぱ半端じゃない。なんかこう、うん、チャンス与えちゃいけないですね。いや、そうなんですよ。だからいなくなった時に、そう 2,3 試合ポンって活躍したらちょっと使おうかなってなるじゃないですか、うん、だからやっぱり最初はやっぱ怖いんですよね、出なくなるの、うん、でも意外とそこで活躍するんだよみんなね。そうなんですよ、ね、そうなんですよね。うわ、こいつ結構ホームラン打ち寄ったとか俺どうしようかなってまあやっぱりね、こっちは調子悪いし、やっぱ使いたくなるじゃないですか。まだ結果残れば、はい、うわ。ただまあキャッチャーというポジションなので、そんなに長続きはしないですよね。まあまあ、そうですね。まあまあ、3、5試合ぐらい休めば、まあ、まだ元に戻るんですけど、でも焦りますよ、本当に。いや、このまま試合出れへんかったらどうしようかなと思う。だから実際その同じポジションはやっぱり打つなって思います。まあそうですよね。うん。そうですね、だからチャンスでここで打ったら逆転やけど、うん、もうアウトになるのもあかんからファーボールってなんかちょっと打った事実がないからファーボール選んでくれみたいな。でもそれでいくとキャッチャーになると勝つとまた評価にもなったりもちろんもちろんするからすごい複雑。いや、もう負けろと思いますいや、これは正直に本当そうですよ ね、 そうですよね、うん、プロ野球選手はそうですよ。だから僕が今結構不思議なのが、同じポジションで代わりに出てるやつがヒットってベンチでこうやってガッツポーズしてるやついるじゃないですか今プロ野球で、ね、試合出ないようになるぞみたいな、うん、って思うんですよ僕は。いや、でもなんか本当にそういうのが当たり前になってるんですよね。そうですね、うん、なんかもっと、うん、ぼまあ昔がいいとは言わないですけど、うん、はい、なんか昔の方がギスギスして、うん、なんかもう本当尖ってガチガチ、チーム内でもそう、当然相手とやるときなんかはそう、うん、おちょち喋ってられなかった、ね、喋ってられない本当に本当に、うん、で、まあ、でもそれがなんとなく当たり前というか、はい、そうですね。だ今の選手にね、そんなこと言うと本当クエスチョンマークばっかりですよね、うん、何が挨拶したらダメなんですかとか。でもそういう問題じゃないじゃないですか、やっぱり戦うわけなので、はい、やっぱり特にキャッチャーなんでね、はい、中は言いにしてもやっぱね、攻めないとやっぱりあるのね、ね、ちょっと仲いいと思って遠慮したらね、やっぱり行かれる。だから打席入るときとか今なんかやったらじゃあってこうやってやるけど、うん、はい、僕らはいつも下向いてこうやってじゃあって言って、
こんなんやったらちょっと何挨拶してんだみたいな、うん、だから僕らは前もって、まあ、携帯とかちょっと普及した時に前日電話しました。先輩ちょっとグランド挨拶いけませんので怒らんといてくださいって。あるんですか、そんな。特にドラゴンズはそうです、うん、そうそう、星野さんはもう、うん、ね、でも嫌ないで向こうから来るんすよ、わざと。あ、わざと、うん、斉藤明夫さんとか来るんすよ。うわ来たって逃げようと思ったら、まあなんかそこは星野さんと仲良かったので、もう明夫はええわって。いや、そういうルールなんですか。いやいや、でもそういうなんかあるんですよ。なんかもう分かってるからいじめてやろうと思って。なるほど、まあ、半分冗談でね。中村さんから見て、あの宮本さん入団された時も野村監督の90年代のヤクルトじゃないですか、うん、あの当時野村ヤクルトと試合する時のなんか印象というか心構えて、まあ強いんですか、やっぱもうとにかく。いや、怒られますけどね、そんな強い感じはないんです、ないんですよ。お、ただ終わったら負けてるんです。そうそう、でみんな言いますよ。そうすごい圧倒されて負ける感じはないんだけど、終わったら負けてるっていうの、こういう表現されますみんな。あ、そうそう、みんなそういう風な印象なんですね、うん、だって野球自体は派手じゃないじゃないですか、うん、確実に1点ずつ、ね、あの神宮で積み重ねていく、うん、だってワンアウト2塁でもね、必ずツーアウトサードの状態を作るじゃないですか、あのそういうもう終盤は、はい、8回、7、8、ここの1点ずつの時は結構プレッシャーかかるんですよ。そうですね、ワイルドピッチとかね、もう1点ですから、ね、それがね、もう多かったし、選手ももう一発でもうバントエンドランを決めるし、だからちょっと途中でね、結果的に成功しても途中で失敗したりする時は考える時間があるのでいいんですけど、はい、やっぱもう当たり前のようにやるから、もうこっちのペースになっちゃうんですよね、考え方が。結局は1点取られてるっていう感じだったら、ホームランね、ポコンと打たれた方がなんぼか楽ですね。やっぱり野村さんという、まあ下でやったことないので、はい、でもやりたくはなかったんですけど、できるんであれば野村さんの下でも一回やってみたかったです。どっちだったんですか。どっちだったんですか。やりたくはないし、どっちなんですか。それはでも星野さんの時もやりたいという選手もいましたよ。やりたくないけどやってみたいっていう、あ、まあどんな感じかな。星野さんは覚悟がちょっといるな。いや、星野さんは、まあ、僕は全日本でやらせてもらったんですけど、うん、全日本ってまあ言っても優しいじゃないですか、うん、でも優しいけどやっぱり怖いんですよ。そうなんですか。そう、だから日本代表の選手なんで、そんなわわわわわ言わないわけですよ、うん、ね、はい、まあまあで締めるとこで締めるみたいな感じやけど、うん、やっぱりね、存在感とかそういうのこうすごいあるから、うん、あ、これは1年間無理みたいな。これ以上怒るんやろうなと思って。全然できます。むしろ倍力出すと思う。倍力出す。もう何でいいで分かれば多分、はい、うん、そういうところはなおかつ野村さんにも合うわけで、合うっちとおかしいですね、うん、まあまあまあ、で僕は今の阪神監督の矢野に、はい、いや本当に中村さんミーティング4時間ですよって聞いた時に、わあ、やっぱり下でやらんでよかった。4時間じゃ相当な時間ですよ。いや、でも結構、でも例えば国民アンケートして、うん、野村監督の4時間と、うん、中村さんの 50m 殴られる、うん、どっちが、いや、それは 50m 殴られる方がいいでしょ。まあまあ一瞬で終わりますからね、うん、一瞬でもないけど、昔の人って殴られて終わる方が、うん、だからそのね、高校時代とかいろいろあるじゃないですか、はい、ね、はい、指導が、はい、それをなんかこうずっと走っとけって言われるよりかは、バババババンってやられて、はい、終わりっていう方がいいんですよ。あ、そうですか、うん、ちょっとあの僕42ですけど、それでも世代の差を感じるかもしれないですね。ちょっと 50m 殴られたことがない。まあ 50m は殴られたことない、ね、基本的にはない。厳密に言えば 65m ぐらい、厳密に言えば 65m ぐらい、長いんじゃないですか。マイナスになってですね、自分は。でもまあ本当にね、まあ両方もね、すごい監督さんで。でもってこと、やっぱり4時間のミーティングとか3時間とかでも、やっぱそれが日々になるとやっぱとんでもない、やっぱり。いや、まあ俺らの時4時間はなかったけどね、1時間半2時間いかないのがマックス。すごいっすよ、それでもすごい。やっぱりある程度プロでやってきた人が途中でそういう風になると結構しんどいかもしれないですよね、うん、僕はもう入った時は野村さんだったんで、うんうん、それが普通で入ってるから、そっか、全然
だから若松さんなんてミーティングなかったらめっちゃ楽やなみたいな。いや、ただね、いずれも星野さんも野村さんもやっぱり僕らに結果をつけてくれた人たち、うん、でもう信用するしかないんですよね、うん、そのうちだんだん信頼に変わってきて、はい、だまあ普通に、まあ、周りが怖いって、まあ、怖さはありますけど、そういう変な怖さはなくなってきますよね、うんうん、